皆さんおはようございます。今日はお仕事がお休みなので、ゆっくり朝ごはんを食べてました。ピちゃんたちも朝ごはんです。みんな元気です。色とりどりのエビが欲しくなっていっぱい買ってきちゃったんですけども、今のところみんな元気ですね。卵を産まないかな。昨日は今年最初の仕事始めの日だったんですけども、まあお客様もたくさん来ていただいて大変忙しかったです。でもね、久しぶりに同じ職場の方といっぱいおしゃべりもできたし、楽しくお仕事できました。今年もね、また一年が始まったわけですけども、とりあえず健康でいられればね、楽しく過ごせると思いますので、今年はやっぱちょっと健康にも気を使って1年間過ごしていきたいなと思います。あんまりね、暴飲暴食はしないように気をつけたいと思います。皆さんは多分今日からお仕事なのかな。また1年間頑張ってくださいね。こうやってね、エビちゃんのお食事タイムを見てるととっても癒されます。かわいいですね。こういう気持ちがね、大事かなって思います。それでは今日も一日元気にお過ごしください。ではまたねー。